あこのレースやりたいなっていうレース予想してたんですよ。当たってたんです、全部当たってたんですよ。え、ガッツガッツ本当にその保証の話がなってきちゃうんで。保証の話、はい、合格状態にいる俺の友達、友達、はい、ちょっと今日金借りようと思ってて。お、金借りようと思って。そうそう、その金も元に借りるだけでもらえるわけない、はい、あー、でも、クズロクです。あ、クズロクです、よろしく。ウォー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 、え、こっちで風だけ。お前えぐいってマジで。え？マジで。一回ちょっと抜きます。今から抜き。はい。みんなちょっと怒って。はい。え、これは怒れないですよ。さすがに。金になっちゃうんで。いやいや、そんなポカーンじゃないですよ。やばいっすやってること。時間ないから。バコ。マインド上はあ、マインドだ、刺さっちゃえば、もう勝つか負けるじゃないですか。はい。で、あの結構コメントとかでサイズっちゃってるやついたっすけど、うまいとか下手とか、はいはいはい、1個取ったら全部まくるでしょっていうのを刺せばいいんですよ。だから勝ち負け正直1回1回の勝ち負けそんな気にしてたらもうしょうがないです。死ぬまでやるんで、ギャンブル。別に今日勝てばもう文句ないでしょみたいな。そう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 。で、人の馬券とか人の車券とかにグチグチやつってマジでやれてないっす。あ、俺絶対に言わないっす。友達の彼女とか人の奥さんとか人の彼女の悪口とか、はい、それを批評するのってマジでダサいし、マジでやれてないじゃないですか。それと同じで、人が買った馬券とか、うん、人が買った車券にどうこう言うやつはもうマジで俺と同じ世界線にないですね。あ、やれてなすぎです。なるほどな。説教まであります。あ、やれてるギャンブラーからすると絶対言わないと思います。あんまりそっちなんだ。ちょっともうここは俺に任せちゃって、解明全部もう行くんで。はい。最高。そうですね、一レースにかけるのですよね、はい、なんだかんだいつも野球にかけるの。おい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 、捨てろ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 。こういう緩みがまずいです。はっきり言います、こいつはここまでです。ここまで、こいつはこれです。こんなやつが勝ってる浮かびます。あ、確かに。こいつはここまでです。やっぱ上で飯とか食ったりとかしたら勝てないです。あ、そうなんですか。ダメです、あんま良くないですか。雀荘で酒飲んでると同じです。あー、はい、そうそう、本当に。あ、やっぱ雀荘で酒飲むとあんま良くない。ダメです。大体負けます。養分です。養分になっちゃう。はい、なるほど。これ今日もう時間なかったし、もうノリでちょっと勢いで買っちゃったんですけど、はい、佐藤真也ってすごい上手い女性のレーサーなんですよ。あ、7番でしたっけ、はい、で、はい、綺麗な顔もしててあれなんですけど、あ、僕、まあ、これ女性飼いたくないんですよ。これ別に女性軽視とかじゃなくて、なんか飼いづらいんですよ。実際めちゃくちゃ強いから、はいはいはい、いやてかもうこのレースに限ってはもう全員7頭から行ってると思います。あ、一番人気ではあるんですね。余裕のもうぶっちぎりの一番人気です。多分単勝とかも 1.1 倍とかそういうレベルです。で、オートレースってめちゃくちゃ腕の
腕なんですよ。うん、実力ってことですか。やっぱり腕がある人が、まあ、持ってくるって感じですね。あ、なるほどですね。競馬とかだったら中に包まれちゃったりとか、競艇だったら初めの第一のターンマークミスったらとかあるんですけど、大手は何回もそのチャンスがあるんで。ジョイさんの解明どうすか今日。もう言いたくないですけど。あ、もう言いたくない。あ、言いたくないですけど。あのパターンで買うと絶対あの安いとこ刺さってちょっと戻ってくるっていうパターンだと思うんですけど、いつもなんかあれを隣で見続けてるんで、たまに刺さるんですけど、今日がその日かちょっと僕は分かんないです。なるほどですね。刺さったらでもあると思います。刺さったらある、うん、なんか当たってないのか、こう佐藤さんがいるからじゃないかみたいなちょっとあるんですけど、そういう説が、それはどうなんですか。いやでもちょっとあるかもしれないですけど、ちょっとあるかもしれないです。あるかもしれないと思いますけど、人のせいにしてるようじゃダメだと思います。結構厳しいですね。いやいや、もうそこはフラットに見て、そう思うんで。スタートっすよ。スタート、スタート呼んでてほしいな。サトシ、サトシさん、あ、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。関心でこれで4めっちゃいい。あれ5が来てる。5出てんな。いや、これ4頭あるっすよ、マジで。ちゃ、7がやばい。いや、大丈夫じゃないですか。4、これもうスコーン抜かせ、スコーン抜かせ。早いな。おお、ちょっと仕掛け早い、仕掛け早い。あれ7っすか。いやいや、早い早い、早すぎ早い。いや、ダメだ、もうダメだ、ダメだ。え、ダメだ、え、もう無理っす、無理っす。どこですか。もう4、74だ。742だ、これ4年逃げ切れないの、無理だ。しかも激安め、激安め。ああ、見るか、頑張れば。724だと厚いです。7、お、でも、お、724は全然変わります。打ち上げ、打ち上げ、打ち上げ。あらあら、724ある。あ、724出ない。724、お、お、おる。742だ。あ、打っちゃったのか。742、これしか走ってなかったんですよ。742しか、これ取れました。あ、でも一応取ったと思った。もうどういう感じなの。74、これ当てれました、当てれました。いや、あいつはでかい、あいつ絡んだ、でかい。72現茶で決まったらやばいっす。やっぱこれあれなんですね、なんかこれかなと思っても、その解明が結構振り分けが難しいみたいな感じですか。いや、思い切りがなかったっす、マジでひどいことやりました。あ、そうなんですか。じゃあまだ時間あります。はい、浦和行こう。浦和、魂の最終レース。お、浦和であるんですか。浦和であります。ちょっと関係してきます。もう急ごう。まだお金も残ってるんで、ちょっと。はい、一回まず関係します。はい、今8500円。ありがとうございます。まあまあまあ、OK でしょ。3、4万負けです。3、4万負け。おー、5差。あ、5差ですか。5差っす。11万全部使ってないですもんね。あ、見てました。あ、90分でした。9万ぐらいですもんね、入れたの。はい、そうです。そうですね。だからもう7万ぐらいです。あ、7万ぐらいある。はい、それだけあれば次のレース、それで参ります。まあ、あの、もう20も7も、もうざっくりいっちゃうと同じなんだ。え、20も7も同じなんですか。同じです。
20と9全然違うっていう。さっきまで違いましたけど、もうこうなってきたら20もなのかもしれないです。まず刺すか刺さないかなんで。刺す20と5000とかは違いますよ。20と5000、ああ、はい。20と2万とかは。それ全然違いますけど、はい、7はまだその慌てる数字じゃない。ああ、なるほどですね。はいはい。なので今となって20と7ってほぼ一緒なんで、まだ回れるんで。確かに。今の時点で抜いて、みんな僕以外抜いた状態でギャンブル1回全通して7万残ってるってまだ回ります。あー確かに7万もあったんですね残りね。あじゃあそうか確かにそうっすよね、うん、まだいけるっすね。まだいけるてか行かないとやばい普通にやばい。あ、さっき知らないですか俺、あのプロデュース業始めてるって。あ、なんかツイッターで見たんですけど、はい、あなんかガールズバーです。ガールズバーやってるんですか。ガールズバーのプロデュースですね。へえー。あとラーメン。これラーメンもやってるんですか。はい、手広くやりすぎて、はい、あの全部身になってない感じです。広げすぎちゃって、初手で作詞とかもしてて僕。え、作詞やってるんですか。作詞もやってるんですよ。全部やってるんですよ。プロデューサーみたいな感じです。ギャンブルプロデューサーみたいな。すごいっすね。化けますよ。全部身になってないです。え、いつからオープンなの。7月7日っすね。あれ、もうすぐじゃないですか。来てください来てください。佐藤さん働いてるんで。え、佐藤さん働いてるんですか。そうですね、はい、ボーイみたいな感じで。うん、そうですね。佐藤さんとして幹部です。幹部ですか。はい、佐藤さん、幹部なんですか。幹部です。ほぼ幹部です。レジの管理だけ。はい、こいつだからレジさんと。え、大丈夫ですか佐藤さん。レジ絶大な信頼を受けて。いや、今日だってタバコこんな大丈夫です5冊です。負けた時に聞いてくるんですよ。このお板が、あ、タバコだけ残ってるから。ギャンブルあるあるで、そうね、パチンコ屋で行った時に一回やれてるやつって1000円でジュース買うんですよ。はいはいはい。そうすると870円とか880円残るじゃないですか。あ、はいはい、それをとりあえず明日の生活費ですよ。これはもうみんなやってるはずなんですよ。はいはいはい、なるほどなるほど。タバコって結構生活必需品なんで。ああ、買っといてよかったかなるんですね、結局は。もう今、なってます。ちょっと撮影させてください。あ、ぜひ来てください。行ってみたいです。はい、じゃあ散歩にしてください。あ、まあそうですね、お祝いということもあるんですよ。え、ちょっと持ってって。いや、行きます。もちろんじゃないですか、それは。もちろんですよ。いや、何がですか。あ、こいつやってきてるみたいな。いや、絶対来ない人の間だったよな。来ない人の間でしたよ、完璧に。車の中で見てて、はい、すんごい感じてます。こっちですか。はい、リアルにこれも人気どころなんですけど、はい、確実増やします。一旦増やします。なるほど。わ、気持ちいいっすね。いいっすよ。あっち芝生あって、芝生行きますか。あ、そうっすね。すごいな。あ、いたらいないっすね。今チャンスです。巻いた方がいいっす。本当に巻いた方がいいっす。巻いた方がいい。16,000。はい、32,000ですね。16,000ずつ。まあ、結構硬いんで、うん、そんなつかないですけどね。あ、つかないですか。ここは、うん、5、6倍じゃないですか。はいはい、ここで増やして、あれですか。そうです。次のレースでみたいな。次です。次全通。次です。まあ、僕寝るとここくらいでしか寝れないんで。え、普段ずっとギャンブルやってるんで。普段あんま睡眠とんないですか。本当寝るの棺桶の中だけでいいんで。前も言ったんですけど。あ、言ってましたね。ここがもうレースとレースの間、はいはい、そこが俺の睡眠時間です。ああ、なるほどな。あと2分なんで、始まったら起こしてください。そのでかいんで。わかりました。
気持ちいいっすね。またえまたえすいません、ちょっとすいません。どっから送られてきてるんですか、これ。誰のお母さん失礼です。言えないです。おにぎりです。え、待って、どっから、何の課題。え、待って、BK、もしちょっと持ってきてる、持ってきてる、お金、あ、実はいや、キセルです。え、キセルだったら食べれないから。BK さん、いただきます。BK さん、いただきます。え、BK なの、やっぱ BK、お前うまいですか。本当にあの緩い空気やめよう。マジで全通してんだから。俺が何買ってるか分かってないでしょ。分かってない。分かってない。もう全然ワンチームじゃないもん。旅行じゃないんだから。お前20万ってえぐいからね、ママ。今お前がやってることって本当に抜いて飯食ってる。本当に勝ち組だよお前。BK さんがちょっと腹減ったみたいな感じ。ちっと俺何も食ってないからね。ちゃんと当たっても本当にもうサトシにも取り分ないよ。ちょっとお願いします。本当にやったんじゃません、ね、全力で応援はしてるんで、僕もう心の底から。はい、分かってる。本当に11だけ応援してくれたらいい。11ピンク11。しかも3万入れてるからもう残り5万。ないね、5万もないよ。ああ、そっか、もうないっすよね。これまず取んないと。これちょっと取れないと厳しいっすね。厳しいっす。厳しいっすよ、これ。よし、はい、すごい。え、あれあれ、手振ってるやつ勝ちです。あれですね、おかしいです。今近くで見れるんですか。お前めっちゃ迫力あるぞ。地方競馬始まりました、ね、地方はもう距離近いんで、うん、やば、はい、やばめっちゃ迫力ある。結構地方ってまあ、馬の力があるんで前につけれてないと、まあまあ本当に強い馬じゃないと刺してこれないんで、そういう意味では今19、11なんで、はい、このまま決まったらゲームオーバーです。ゲームオーバーです。激アツです。はい、あ、すごい。いや、11押してる、押しちゃってる、押しちゃってる。間に合う、間に合う。11が回してくればいい、回してくればいい。すごい、回してくればいい。すごい。え、あるじゃなくて、これダブルキャッチなんて見ない。もう来た。残せ残せ。すごい。はい。ナイス。おい。どう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 らましく来てる。来ました。すげえ。うわすごいわ。いやすごい。しかも。はい。なんでこれ買ったか。俺の誕生日です。うわ。誕生日。誕生日行ったんですか。全部取った。いや10が垂れちゃった。91でいくら。7倍8倍ぐらいついてる。え、7倍8倍やばっ。戻しました。だけど俺の弱いとこですね、こっちに振っちゃってるんで。あー、なるほど。2点2点という。はい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 。まあけどでかいっす。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいナイスっす。マジでえっえっ、ほんとにナイスっす。あんかい。ちょっとね、もう緩いやつは返したほうがいいです。これ返したほうがいいのやるんで。じゃあ2000ぐらい先戻ります。いや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 、ちょっと待ってた。ちょっとこれだけ返した。いやけどだいぶでかい。いやすごいわ。だいぶでかい。ナイス。え、邪魔。え、10万まだ参ります。次これ全通です。全通これ全通です。やば。
ばっ。あの競馬って2回連続当てないと意味ないんですよ。次10万前置戦、これを前置します。うわ、これで飯食いましょう。いや、もうない。嘘でしょ。俺って言ってもない。ない。嘘でしょ。ジョージって言ってもない。ジョージって言っても無理。ない。生きるとこあるんですか。ないっす。飲み物、飲み物ない。瓶のココーラそこあるんですか。あ、瓶のココーラ。お前も。あ、いいっすか。いや、俺これしかないですかね。そう。じゃあ、カラーエクシで大丈夫ですか。瓶のコーラ3本。3つ。あれ、唐揚げこれしかない。100円でいい。100円でいいですか。え、本当ですか。うん、ありがとうございます。綺麗ですね、お姉さん。そう。これも100円でいいよね。え、これ100円ですか。うん、そんなことやったら買うしかないじゃないですか。買うしかないのよ。じゃあ、ありがとう。はい、で、どうなの、いくら抱えたの。え、僕はやってないです。やらないの。はい。何しに来てんの。何飲み食いに来てんの。飲み食いに来てんの。あ、これ瓶のココロじゃないんですね。瓶です。瓶でもね、瓶ごと出せないの。あ、そうなんだ。あ、なるほど。ジュンさん、守りに来てんの。100円に負けてもらいました。え、お姉さんの言い方。これも100円らしい。今これだけしかないみたいで。マジか。え、ちょっと、これ、これです。え、え、あ、乾杯。あ、乾杯。え、矢沢さんなんでこういう、これ。ちょ、あれ、なんでこれ。え、足りなかった。一番年上だけど。あれ、おい、今まで食ったことない。これコーラじゃないわ。これバキが言ってたやつだ。バキ。はい、あのコーラ炭酸抜いて栄養分だけ取るってやつです。これ炭酸ゼロです。これバキで言ってたやつだ。お、10万8000。投票券をありがとうございます。よし、これで刺されば、もう刺されば終わりです。刺されば終わり。刺されば終わりの戦いです。え、一目3万ワイドですか。ワイド一目3万6000。3万6000。で、まあ、20倍ずつぐらいついてるんで、まあ、全部どこが来ても70万ですね。70万。70万です。え、70万。70万。はい、70万。で、着方によってダブルとかで来ちゃったら150万ですね。もうあるんで。やば、ちょっとこれ。今6だけど、これもし来た時すごい嫌なんで買っときました。なるほど。9116とかできたら9116、はいはい、もうお祭りっすよ。全場立ってるんで。全場立ってる。ああ、とんでもなくなるんですね。まあ、100万です。100ですか。100近いと思います。後ろっすね。これ始まってんのこれ。はい。どうします？ロック。無理っす。え、始まりました。無理っす。もう。どれくらい出ます？え、ロックだけ一番です。ただ91だけあんで。外れてるんですけど、
除外なんですよ。おっ、その6000持ってます。まだ参ります。こうなってきた勝ちです。除外で助かった。え、勝ちです。実質勝ちです。これ除外になってなかったら3万6000も行かれてた。行かれてました。全然でした。ロバ2頭でした。ロバ2頭に全然してました。ロバ2頭に。ロバってポイントでした。ロバ2頭に普通に全くいなかったもんな。全然楽しくなかったです。絶対無理でした。絶対無理でした。これで所持金はいくらになるんですか。ざっと見なんですけど、もう15万負けぐらいじゃないですか。15万負けぐらい、はい、あ、でもラッキーです。ラッキー。あー、この3万6000は神様がもう一羽、ね、もう一回チャンスあるぞっていう、うんうん、ことじゃないですか、うんうん、で3万6000なんて一発させたらもうあるんで。あ、3万6000、あ、はい、10倍させるだけなんで、はいはいはい、はい、簡単。これ10倍させたら30万ですもんね、はい。できたら3万5000から9万2000。ああ、なるほど。高めできたら、まあ、8万6000から15万。あ、15万。これもう当たり確定です。ほぼ当たり確定ですか。はい。でこれ当たれば今日一日楽しく遊べて、まあよかったので、ね、ああ、なるほど。これもう8時8分なんで、みんなその結果は、結果、ああ、そういうことですね。あの、ゆうたさんとか後で見てくれて、後で見るっていう感じ。さすがギャンブラーだなと。ああ、最後ちゃんと戻してこう終わる、はいはい、終わってるっていう。こんなって負けてばっかだったらお金ないですからね。で俺がなんで生活できてるのって言ったら、やっぱギャンブルで勝つ時もあるんで。確かにですね。今日一日、まあまだね、ラストレースありますけど、はい、どうですか、手応え的には。ないでしょ。普通しないでしょ。負けてんだもん。これで手応え感じてるやつやばいでしょ。確かに全然ないでしょ。ズルズルです。だってなんかいろいろそのギャンブル通じて川口行ったりとか浦和行ったりとか、まあ、面白かったんで。楽しかったですね。大の大人がキャッキャできるって、うん、別にこれ今日20万だったんですけど、別にこれが5万でも楽しかったし、うん、10万でも楽しかったし、はい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 、またなんかそのまあ2人とも働いてるんで、 B も安田さんも、はい、また給料日ごとに。だからそのギャンブラーってその友達の勝ちとかも気にしてるんですよ、実は。ああ、本当に自分たちだけじゃないんで。それいる前で言うと大丈夫大丈夫。もうこれはもうあうんの呼吸って B も気にしてるんで、俺の勝ちとか。ああ、もうそういうもんなんですね。そういうもんなんですね。はい、もうこのシリーズね、一応ゼロ、正直にゼロから OB じゃないですか。はい、あとちょっと OB が今日、まあ、結果的に取れなかったっていうのは、まあ、ありますよね。もうそろそろ逆OBまであるからと思って。逆OB見えてきてるまであるって。逆OB、確かに帯、まあ、俺本当にこれ OB 行くまではずっとやるんで。ああ、そうですね、ぜひやりましょう。はい、もうそれからもう本当に帯取んないと終われないんで。また次回、はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。Still be a all my ladies know they can't take the shine, they can't take the glow. Tell these boys that it's mine, pussy sitting on the throne. Never switch on your chick, that's some bitch code. Cut your trick, fry him up in that Crisco. Fuck the grid, I'ma dip to a flip phone. Only splits, every lick is a shitload.